これなんだけど。はい、なんでしょう。釣り竿ですね。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、ハーベステラやっていきたいと思います。前回ですね、物語を始めまして、始めたと思ったら行き倒れたと思ったらいきなり空から隕石が降ってきてと、なかなかね、波乱万丈な始まりでございますが、今回はね、いきなり結晶の中に飛びあった扉が開いたということで、その中にね、入ってみたいと思います。では早速参りましょう。えい、おい、何ですか。入りますよ。私は行きますよ。あなた勝手に、私は行きますよ。自分が見てくる。行きます、行きます。任せてください。行ってきまーす。めちゃくちゃ、いきなり、行き倒れパート2がいますけど。こんにちは。鎧を着た人物。う。大丈夫ですか?まだ息はあるようだ。ふむ。レッド・イン・この間で。だいぶ意識が混濁してそうですね。中はどうなってるの?行き倒れさんがいます。中に人が、人ですって。はい、人です。ちょっと鎧の中まではわかんないですけど。何これ?そいつは、ん?そいつから、なんでですか?どうして?やばいんですか?魔族!あ、これが噂の。記憶障害なんだっけ?そうです。とにかく厄介なのよ。彼らにあるかもしれない。でも今は怪我人。それはその通り。ああ、見つけてしまったものは仕方ない。おー、クレス先生。そうよね、と、なんかありそう。魔族にやられたとかそういう過去がありそう。外に運びましょう。はい。重そう。こいつは、魔族です。まだ生きてる。うん、そういうことじゃなくて?ああ。まあやっぱ因縁がありそうですね。飛来物の、村長ですかね?村長。まだ全然暑そうですけど。中に魔族が。その格好は確かに、ああ、確かに魔族ってことか。こんなやつ助けることないって。うん、ディムは相当やっぱ、まあ、ディムに限らずなのかな。魔族に対する感情はマイナスってことですね。魔族はそんなに悪い。でも苦しそうですよ。あんたはよそ者。すいません。ごめんなさい。すいません。確かに。はい。噂の行き倒れです。噂の子、噂、そんなに噂になってるんですか?先週からトラブル続き。すいません。診療所のベッドは先週のあの件っていうのは私とは関係ない一件なんですかね?うん。こっちの旅人さんもありがとうございます。ああ、村の中ではかくまえない。ああ、立派。でも首を横に振っている。村の中ではかくまえないと言っただけ。村長、理解がある。別の場所ならいいと。遠見の丘の小屋が空いておった。なるほど。ふーむ。そういうことか。結構なんか重そうですけどね。でもなんかこの魔族さんあれですね。体格的に女性の方っぽいかな。手伝って、わかりました。多分なんか鎧着てて重いと思うんで、手伝いましょう。はい。この鎧が邪魔してダメね。全然外せない。そうなんですね。ああ、うん、ディムくん。一旦寝かせておくしかない。
さて、一体どういった用向きで知りませんよ。記憶がないので分かりません。全然分かんないです。はい。四季の影響で記憶が、本当に四季の影響なんですかね。そこはちょっと分かんないですけど。運がいい。女の子に助けられました。少女って名前でした。女の子、そうです。羽が生えてました。誰も村人は外に出ていないはず。まあそうですよね。幻覚でも。幻覚か。ゆっくりするのがいい。空き家のままじゃ。ああ、なるほど。広いですね。村の会合。結晶についての方針。ああ、まあ、あれですね。隕石ですね。あとは頼んだぞ。光ってる。ふむ。その魔族を本当にかくまうのか。確固たる決意。自分を犠牲にしすぎなんだよ。なんかギスギスしてますね。一気にいろんなことが起きすぎて。それは確かに。これからどうしたらいいんでしょうね。釣りをしたいんですけど、私は。大変な境遇。まあ、記憶ないですし。今日はゆっくり。はい。また明日来るからね。優しい。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。で、魔族さんは特に、疲れが一気に押し寄せてきた。寝ましょうか。今日はもう休もう。光ってる。ベッドがめっちゃ光ってる。こんにちは、魔族さん。この石は破滅の、破滅のとか言ってる。やばい。やばいこと言ってる。やばいこと言ってますよ。まあまあまあ、寝るしかないかな。寝ますか。おやすみなさい。ベッドで休む。一日を終えるとオートセーブが行われます。はい。ありがとうございます。助かります。春風の節、二日目、春風かもしれない。二日。第一は、彼方より来たもの。魔族さん？それとも私？はーい、クレスさんかな？誰かが来たようだ。あら先生、お早いことで。もう、早くなかった。全然早くなかった。病み上がりだもの。かわいい。調子、元気ですよ。全然動けますし、釣りもできますよ。あなたの名前、私の名前はアリアです。私はアリアです。アリアと申します。はい。容態を見るわね。ありがとうございます。今日も異常はなし。うん、村長から、釣竿ですか外に来てくれる？はい、わかりました。魔族さんは？これなんだけど。はい、なんでしょう。釣竿ですね。キャロップの種、干し小麦の種、育てろと、分けてくれた。あー、荒れ果ててますね。畑で野菜でも作りながらゆっくりするのが、いいですね。悠々自適なアフターライフ。医学的な見地から言ってもちょうどいい。ほーん。ああ、なるほど。まあ、記憶もないですし、やることもね、ないですもんね。気持ちが塞ぐと体も壊れちゃう。それはちょっと、自分への戒めも入ってたりしますか。クレス先生。善は急げよ。教えてくれる。優しい。やりたいです。あと、釣り竿も欲しいです。手伝ってくれないのかって。そこまではしね。からきし、そうなんだ。はい、わかりました。やります。農業します。道具を切り替えながら畑の耕し、種まき、水やりを行います。これがクワですかね。耕し。もう一回耕し。これ耕し完了。ほい。ほい。ほい。全部で何個あるのかな？とりあえず三つ。6個ぐらい ?6 マスぐらい。まだまだ耕せますね。体力減ってってる？スタミナみたいなのが減ってってますね。
種をまく。リュックを開いて選んで種をまく。よ、まあ、高橋はこれぐらいにしておきましょうか。さて、絶妙に見えないですけど、人参か、キャロップ。キャロップを巻きましょうか。ていじゃあ、あと一個。キャロップ。と、あと、小麦？干し小麦。はい。巻きました。ZR を押しながら、上。上路。シャワー。よいしょ。良いでしょう。畑に植えた作物は水やりをしないと成長しません。毎日あげることが大事。上手にできた。上手にできましたよ。器用そうだわ。でしょう？何回ね、牧場生活をしてるか分かりませんからね。簡単でした。余裕です。釣り竿もください。飲み込みが早いのね。釣り竿をください。働いてもらおうかな。バイトしますよ、全然。今のところはね。それにしても、お世辞にもそう、荒れ果ててるんですよ。全部整地したくなりますよね。あなたもやりにくかったんじゃない？そうですね。岩が邪魔でした。岩が邪魔でした。ほんと岩が邪魔でした。気になるし。ハンマーでもあれば。確かに、ハンマー欲しいです。持ってたりするわけないですよ。逆にクワ持ってたのも奇跡ですよ。新しく作るしかない。へぇ、作ってくれるんですか？先生。そんなことはない。まさか、自給自足しないと。なんと。硬い石があればハンマーを作れる。なるほど。材料集め。風の草原に行けば手に入れられるはずよ。なるほど。どうやって行けばいいんですか？あそこの門から、この丘を出て東の方へ道なりに。なるほど。魔物がいる。武器がないですよ。これをあなたにあげる。何ですか？釣り竿ですか？サンドイッチ、おー、手作り。優しい。これでも食べておきなさい。はーい、わかりました。体力が尽きて倒れてからじゃ遅いんだからね。本当に、至れり尽くせり。優しい。わかりました。いただきます。畑作業などで減ったスタミナや HP は食事で回復します。はい、胃袋ゲージ。診療所に戻らないと。うん、帰った後で魔族が目覚めたりしたら分かりました。はい、あ、そっちから帰るんだ。ゲーム、時間の経過がある。はい。真夜中になると倒れるので、それの前に寝ましょうと。では、ハンマーを作るのが目的ですね。その前に、魔族さんにちょっと一言話しかけておきましょうか。行ってきますよ。この石は破滅の、それしか言わない。じゃあまずご飯を食べて、草原に行きましょうかね。ポスト。ポストが光ってると手紙が届いた合図。はい、わかりました。なんか来てますね。キャッスル・レヴィス・タイムズ。レーテ村に謎の飛来物か。ごきげんよう国民諸君。あ、お城からの連絡？昨日、レーテ村に巨大な鉱石状の飛来物が落下した。幸い、レーテ村の住民に負傷者はなかったようだ。関係者の情報によれば、飛来物に接近しなければ、直ちに生命への影響はない。めっちゃ接近したんですけど。飛来物の調査には、我が王国最高の調査機関である情報部が赴くため、王国民には安心してほしい。繰り返しになるが、むやみに接触しないように、ルイス城情報部。なるほど。ルイス城ってのが、まあ、王国府ってことですかね。じゃあ、いただいたご飯を食べて、ご飯、サンドイッチを、めちゃくちゃ回復する。食べちゃうのもったいないかな。でもお腹空いてますもんね。どうなんだろう。体力回復するからな。ちょっともうちょっと、待ちましょうか。じゃあ、こっち？もうこっち？こっちですか。ワールドマップでは移動した距離に応じて時間が経過します。なるほど。近くにあるレーテの村や東にある風の草原に行ってみましょう。とりあえず草原に行きたいですね。ハンマーが欲しい。
時間が経っている風の草原着きました。入ります。おー、草原ですね。なんかいません？なんか敵みたいなのいません？めっちゃいません？へー、強そうですけど、刺されそうですけど。おー、綺麗、桜の花みたいなのが咲いてますね。あれもシーズライトなのかな。風の草原。さて、あ、武器持ってる。 Y 通常攻撃、 ZR 押しながら L でダッシュ。いきなり襲ってきた。クロロジェル。てい、普通に殴ってきますよこいつは。牧草の種、お、牧草。採集と採掘、スタミナを使ってアイテムを入手できる場所があります。2回までってことですね。1回、モノライトのかけら、モノライトのかけら。ゾーイ、結構普通に殴ってきますね。スタミナが、やっぱご飯がお腹に入ってないからスタミナがバリバリ減っちゃうかな。キャロップの種、お、いいですね。硬い石があればハンマー作れるのでは。なんかこのゾーイはちっちゃいですね。よいしょ。めちゃくちゃ普通に敵がいる、いっぱいいる。肉、お肉はでかい。ワイルドリーフ、クロロジェルから片付けますか。なんか奥の方に強そうな二足歩行っぽいやつがいますけど。スタミナがだいぶ減ってきましたね。やっぱご飯食べなきゃダメかな。モノライトのかけら、宝箱、ドレスレタスの種。お、人がやっぱいますよね。こんにちは。なんか強い武器、見つかったか。春のシーズライトに出現を確認した。星の悪夢、おそらくはさ、なんか何ですか、着想を得た。ディアンサス、話しかけられる雰囲気ではないでしょうね。そりゃそうでしょうよ、そりゃそうでしょうよ。あ、この先行けないってことですか。あの宝箱だけ開けたいんですけど、宝箱だけ開けたいんですけど。話しかけない、ダメだ、こっから先には行けないよってことですね。ふむ、まあ硬い石は手に入れたからハンマーを作りに戻りましょうってことなのかな。まあ、一旦戻りますか。なんだかんだもうお昼ですしね、結構時間が経つのは早い。じゃ、硬い石は手に入れたので、なんか作り方とかを教わりに先生のところに行きましょうか。雑貨屋とかも使えるようになってたりするんですかね。北の広場の隕石は見ました。うかつに洗濯物が干せなくなっちゃった。こっちかな、この先か、ここですわね。はい、雑貨屋さん。釣り竿売ってないかしら。こんにちは、雑貨屋へようこそ。はい、旅人です、行き倒れです。あなたが例の畑、そうですそうです。作物の種、あ、種は雑貨屋で買うんですね。ドレスレタスやユニオニオン、はい、買っていきます。旅の時に使える道具や料理なんかも売ってる。おお、いろいろ入り用のものがありそうな。でもお金がないんじゃないですかね、私。多分。ゼログリラ。お金がない。ふさふさぶと。苗木とかね、埋められるとね、強いんですけどね。大化の指輪とかいろいろ売ってますよ。でもお金が全くない。リュックレベル2とか欲しいですね。釣りの技術、あ、これ欲しい。これが欲しい。私はこれが欲しい。私はこれが超欲しいんですけど。くっ。仕方ないですね。手に入れた種を、まずは育てて、お金を稼がないことには何もできない。じゃあ、とりあえず先生のところに行きましょうか。隕石の落ちたところ。はあ、年中式はやばいですね。やばいやばい。なんだかんだもう2時ですよ。早い早い。さあさあ、先生のところに行きましょう。喋った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 、村長。
はあ、村長優しいですね。スタミナが全然ないもん。お腹空いてて。こっちでしたっけ？ここかな？先生。先生、ハンマーの作り方教えてください。調子はどう？元気です。ハンマーの作り方教えてくれない！くれない！なんということだ。じゃあ、北の隕石のところ行ってみますか。せっかくですし。てか、マップが、わかんないな。あ、なんか、鍛冶屋とかリフォーム屋とかありますね。ちょっとそっちの方も行ってみますか。サンドイッチ食べちゃった。さあ、ここが、鍛冶屋ですかね。こんにちは。鍛冶屋さん。鎧とか武器とか、売ってる感じですか？おう、おばさん。村の連中以外、旅人です。行き倒れです。例の。多分例のって言われるはず。やっぱり噂のだった。新しい仲間だったか。鍛冶屋だ。はい。農作業道具も。へぇー。勘ってやつだが？今より強い武器が必要な、そうでしょうね。必要なものがあればいいんだか、お金ないんですけどね。材料と手間賃は取るけど、ハンマーも実は作ってくれたりしませんか？ああ、なるほど。強化すると強くなるんですね。こんにちは。こんにちは。プロシェイス。へえ、そんな強そうな武器だったんですね。私の武器。プロシェイスしか今ないですね。ほーん。どうって書いてました？銅鉱石。一個も持ってない。じゃあ、リフォーム屋みたいなのもちょっと顔を出してみますか。ここですね。リフォーム屋。こんにちは。さてさて、リフォーム屋。おう、強そう。片眼鏡。家のリフォームがしたい。見ない顔、旅人。行き倒れです。もう何回目かわかりませんが。はい、そうです。リフォーム屋を営んでいるものだ。リフォーム屋さん。畑の改築。おーん。はい、そうです。遠見の丘で暮らしてます。広くしたら家畜を飼う。なるほど、なるほど。作物を加工したり、いろいろと必要なものはありそうですね。確かに。代金はもらうけどね。わかりました。畑の面積を拡張したり、調理台を開放したりできます。まあ、お金はないんですけどね。仕事の依頼。仕事の依頼。オムドリ。鳥ですか。メーチェ。メーチェってなんだろう。牛さんとかかな。調理台。まずは調理台かな。料理が作れるようになるのはでかいですよね。素材もいらないですし。まあ、とりあえず、当面の目標は2000グリラ貯めることですかね。はい。じゃあ、せっかくなので、このまま北の広場にも、ちょっと隕石をもう一回見に行ってみましょうか。誰かいるかもしれないし。さあ、北の広場、来ましたが、あ、なんか熱々ではなくなってますね。そして、特に誰もいなそうな雰囲気。あれ？ドアが閉まってる。ドアが閉まってる。あー、入れなくなってますね。誰かが閉めたのかな。さて、じゃあ種をいくつか手に入れてたと思うので、それを植えてしまいましょうか。多分手に入れてましたよね。まあいいや、とりあえず耕しとこう。てい。よいしょ。間違って種を耕さないようにしないと。よいしょー。よいしょー。石ほんと邪魔ですね。あれ、なかったかな？種なんか手に入れませんでした。ありますよね。牧草キャロップ、ドレスレタス、肉。肉腐りませんか？大丈夫ですか？そのまま食べると回復するわけではない。さ、キャロップをまずは植えましょうか。ほい。キャロップとドレスレタスも植えときましょう。牧草もあるから、牧草も植えないとですね。ってことは、あと1マス耕さないといけない。とりあえず水やり。そろそろ日が沈めそうだ。寝よう。いや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 。何をおっしゃる。
まだまだ作業はいろいろ残ってますよ。牧草までは、牧草までは植えたい。牧草も水やりいるんですかね。よいしょ。はい。よし、植えましたね。あ、ここまだ水をあげてない。はい。じゃあ今回はこの辺りとさせていただいて、次回ね、ベッドで寝たいと思います。ベッドで寝たいと思いますっていうのもあれですけど、また何かしらイベントが進むことでしょう。はい。ということでね、今回も嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。